はい、どうも皆さんこんにちは。葉山ダイビングサービス杉木です。杉木くんチャンネルへようこそ。今日はですね、ちょっと最近思うことについてお話したいと思うんですが、最近ですね、お客様がよく酔ってしまうっていう方が多いです。別にボートダイビングではありません。ビーチダイビングで酔ってしまうんですね。それなんでかということをちょっとお話しして、じゃあその酔いを止める、そして未然に防ぐ、そして酔ってからどうしたらいいのっていうことをちょっとお話ししたいなと思ってます。よくね、調べれば酔いのメカニズムとかいろいろ書いてあるんですけども、そんなの端折ってもう今すぐやってほしい的なことをちょっと紹介したいなと思っています。僕の経験とともにお話しできればと思います。まず酔いを止めると書いて酔い止め、そんなのどうだっていいんですけど、まず自力で酔いを止めようということ、何かといったらまずもう経験することが大事です。海に行くこと、海の揺れを、もうそれを慣れることが大事です。まず一つ。そして、しっかり睡眠とっていきましょう。皆さんね、日々の生活大変だと思います。ダイビングに向けて一生懸命仕事をしていると思うんですが、やはり前日緊張して眠れない、ちょっと勉強してなかったっていうものもあるので、寝てない方がよくいるんですけども、しっかりまず寝ましょう。そして、二日酔い。そもそも酔いを止めたいはずなのに、もうすでにお酒でちょっと酔ってきてしまったみたいな人がたまにいるし、ツアーに行くとですね、どうしても楽しくて宴会で飲んでしまう。その後に朝起きてもまだ二日酔いだなっていう状態で潜る人もいるんですけども、これやっぱやめましょう。あとはやっぱり緊張するせいでストレスを、生じて、ストレスから、来る船酔い、酔い、ダイビング酔い、波酔い、いろいろあると思うんで、まずストレスを軽減したいなと。やっぱそれ何かと言ったら、ダイビングでやっぱ慣れることが大事なので、水慣れしましょう。もう海に行くことで慣れましょう。あともう一つはやっぱその平衡感覚を失われるということですね。波にこうやって揺られちゃうと、あ、やべ、酔ってるわと思ったら、やっぱ三半規管が、弱まり、酔ってしまうんですね。脳のその神経が、錯覚してしまうんですね。見てるものと、体が揺れてるもの、そこでね、酔ってしまうんですね。まずそれがあります。あとやっぱ薬に頼ろうぜということで、ダイビングでよく聞くのはね、アネロンというのが結構有名ですね。あともう一つね、センパーとか、あと乗り物用トラベル便とかいろいろあるんですが、昔からよく言うのが、これ半分、本当か半分冗談かわかりませんが、海上保安庁の人たちも飲むぐらいって言われたことがあるんですけども、いわゆる船乗りでも、このアネロンを飲んで酔いを抑えるっていうことを言われたことがあります。これはね、一つね、要は聞きやすくするための大文句なのかもしれませんが、実際これアネロンはですね、僕も1年に1回飲むか飲まないかぐらいなんですけど、僕のちょっと経験談話すと、昔三宅島に、ツアーに行きまして、客船ですね、大型客船の、やっぱり周りが見えない、風を感じられないというところで座っているとですね、やっぱモワン揺れがね、ふわんふわんというのは揺れるんですね。外見てればね、全然大丈夫なんですけど、見えない揺れ、そしてこの微妙な振動、ちょっとした緊張感、ストレスで、結構やばい、うわ、気持ち悪いっていう衝動に駆られました。もういかんいかん。これはもうやっぱ薬の力に頼ろうということで、アネロン飲んで5分経ったらもうすごい酔いが収まり、もうめちゃくちゃ元気になりました。その時ちょっと睡眠を取りましたけども、睡眠が明けてからはですね、めちゃくちゃ快適です。というぐらい、このアネロン意外と効きます。もちろん個人差によります。ここ大事ですね。飲んだら酔わないというわけじゃありませんね。なので、アネロンという薬を頼ってもいいんじゃないかなと思います。あとね、最近ちょっと知ったのが、この酔いに効くツボというのがあるらしいです。なので、あれやべ、今日酔い止め忘れちゃった。そして、ちょっとなんか睡眠不足かも。体力的にも今日ちょっとないかもと思ったら、最後の手段で、誰でもできるこのツボをちょっと押してみませんかということで、いろいろこれも調べるとですね、意外とみんな共通で、これが、通ってるような感じですね。で、まずどこかと言ったら、この耳の裏を押してみましょう。この耳の裏に骨が出っ張ってます。そして耳たぶがありますよね。この耳たぶの裏と骨の間ら辺をグリグリグリっと約1分から、3分以内ぐらい押してみてください。こうやってグニュグニュグニュと。頭もこうやってマッサージしていただけるとね、とても効果があるんじゃないかと思われます。今日は酔わない。でも、ダイビングには酔い知れたい。みたいな、ちょっとおまじないを交えるといいんじゃないかなと思います。そして続いて、手首。約、このグニュって曲げたあたりに、だいたいこの手の筋ができますよね。
まあ、この数字のまあ真ん中ら辺をグンと押すんですけど、じゃあどの辺かといったら約指を3本手首のこの曲げたぐらいのところから押さえて、その下ですね、ここら辺をしっかりグーッと強めに押しちゃってもいいんじゃないかなと思います。これも約1分から3分ぐらいぐるぐるぐるぐに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 と、こっちの一応内観というそうです。そして外外観、まあ一緒にこうやって押さえちゃえばいいんじゃないかなと思います。結構忘れちゃうので、じゃあどこのタイミングでやったらいいかって言ったら、やっぱダイビング軽くいい運動になると思うんで、ちょっとこんな感じでアキレス腱伸ばしながら、ツボも押しながら、もう一石二鳥、こんな感じでやってみると、いいんじゃないかなと思います。これが効くかどうかは分かりません。もう完全なら個人差だと思います。基本僕はほぼ酔わない人間なんですが、これから来る、お客様にちょっと、まあカウンセリングしつつ、どうですか、船酔いしますか、車酔いとかしますか、ちょっとするかもっていう方はもちろん、アネロンという薬飲んでいただく、そしてツボをしていただく、あとはしっかり、体調管理ストレスなく潜るかっていうことが大事かなと思ってます。これらをもとに、まあ、しっかり睡眠取ろうぜと。ちょっともう弱い人はそのダイビング酔ってしまっておじゃんにするのもったいないならば、このアネロンなり薬を飲んで、そのたかが2、300円でね解除できるならば、やっぱ薬の効果期待してもいいんじゃないかなと。そしてそれもない場合はやっぱツボをしてしっかり、ちょっとできることだけしてみようぜっていうことをやってほしいなと思ってます。酔うか酔わないからもちろん皆さん次第なんですが、最終的にはやっぱりダイビングで酔いしれていただきたい。そしてそのダイビング終わった後のお酒でもちょっと酔ってもいいかなと杉くん思います。はい、それでは今日は酔い止めについてお話ししました。詳しくは現地でお話ししたいと思いますので、葉山のお店でお会いしましょう。ではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さようなら。スギックン YouTube チャンネル、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。